はい、それでは本日も保護者と、子供のためのコーナーという形で、まあやっていきますということになります。女性のお子さんをお持ちの方は特に注意してあげてくださいという形になります。何でしょうかね、早ければ小学校。早ければ小学校ぐらいから、そしてまあ中学、高校時代になってくると女の子がやたら言い出すのが、ダイエットと。まあいう風な形になるんですけど、まあはっきり言わしてもらいますが、やめた方がいいです。はい。やめた方がいいです。ただし、医療機関とか、まあ明らかに肥満数値が振り切れてるとか、そういう風な状況になるんであれば、医療機関等で要するに、これはちょっと体重を落とした方がいいですよっていう風な状態なんであるならば、体重っていうのを落とした方がいいんですけど、ね、中学生、高校生ぐらいなんてね、ダイエットしたい、ダイエットしたいっていう風になんか、取り憑かれる人たちがたまにいるんですよ。でも、この、ね、結論から先に言っておくと、無駄だからやめろという話になるんですね。はい。で、そういう質問をこう、私にされても非常に困るという風な形になるんですが、先生太ってますかねとか言われるんですけど、正直、教育者なんで、興味がないです。はい。偏差値が上がるか下がるかっていうことと、その相関関係っていうことに関して、性格とか、その辺のところっていうのは、もろもろは観察はするんですけど、まあ、正直見た目とかあまり気にしてないとか見てないので、問題ないと思いますんで、まあ、風呂に入らないとかね、髪の毛を洗わないとか、そういうのはまずいんで、そういうのはちゃんとやった方がいいですが、このダイエットとか、本当無駄なんでやめた方がいいです。多いんですよ。ダイエットしたいとか、なんか毛を剃るっていうんですか、なんか腕毛が濃いから全部剃るとか、中学、高校ぐらいで、まあ、なんていうの、まあ、そろそろ大人になるからっていうんで、まあ、発生しがちといえば発生しがちなんですが、やめといた方がいいです。もうこれは断言しておきます。ダイエットは本当にやめといた方がいいです。これなんでかっていう話になるんですけど、いいですか、皆さん。中学生、高校生の時っていうのは成長期になるんです。いいですか？成長期になるので、特に太ももとか、この辺の、あれですね、肉っていうのはつきます。で、学校っていうのは、その運動とかの基礎体力をつけなきゃいけないとか、そういう形になるわけです。別に皆さんがモデルにするために、モデルさんになるとか、芸能人で活躍するために、中学や高校を通っているわけではないので、基本的には基礎体力、ね、仕事をする、家事をする、育児をする、というふうな形になったときに、必要最低限度の筋肉をつけとかないといけない。もしくは筋力をつけとかなきゃいけない。っていうふうな形になるので、どうしても筋肉がつくんですね。当たり前のことなんですが。で、筋肉がついていて、脂肪とかも一緒についてくるんです。で、女の子の方が男の子よりも脂肪つきやすいし、筋肉つきやすい。で、それはなんでかっていう話になるんですけど、当然のことながら子供を産まなきゃいけないので、脂肪をある程度蓄えておかないと、子供が要するにそのクッション代わりにならないという状態になってしまうので、内臓脂肪であったりとかは絶対につくようにできてます。はい。で、そしてよく言われるのが、太ももとかですね、太ももと二の腕。はい。太ももと二の腕という形になるわけなんですけど、太ももと二の腕のところがなんか気になり出すんです。なんか女の子って。はい。で、それを痩せるために、なんか部分痩せダイエットとかいう風な形になるんですけど、部分痩せダイエットとかできないんで、基本的には。その、どう頑張ってもつくもんはつくんですよ。つくもんはつくんですよ。はい。という風な形になるんで、なんか太ももが太いなとか、二の腕が太いなとかいう風に思っても、気にしない方がいいです。はっきり言いますが。気にしない方がいいです。で、飯は3食食べましょう、ちゃんと。いいですか？で、もし本当に痩せたいんであれば、お菓子を食べないで、毎日3食食べてください。はい。その方が、きちんとした体になりやすいという傾向はあります。はい。ということになります。だから、ダイエットしなきゃとか言って、ご飯を取らないとか、朝ご飯を抜いちゃうとか、朝ご飯抜くとか最悪なんですけど、朝ご飯抜くとか余計太るだろうって話になるんですけど、いうことになるんで、必ず、ダイエットをもししたいとかいうふうなことを思ってもね、絶対しないようにしてください。いいですか？絶対しない方がいいです。はい。太りすぎよりも痩せすぎの方がダメージでかいですから。いいですか？太すぎるとか、痩せすぎとか、言うのあるんですけど、
太りすぎよりも痩せすぎの方が本当致命傷になるんで、皆さん気をつけておいてくださいね。あ、だから、まあ、食ってたらいいんですよ、別に。あ、普通に食ってたらいいんですよ。なんかよく言うんですよ、なんか丸顔なのが気になるとか、なんか、よく、気わかんないこと言うんですけど、丸顔とか別に生まれた時の骨格なんで、で、別に、そんな事例ないでしょ。丸顔だから好きとか、その、細長だから好きとか、それで振られるとか、そんな経験普通ないんで、別に。それ、初め見た目の瞬間で、そのなんか、その合コンとかやった場合に対して、なんか付き合ってくださいっていう、一歩目はそれである可能性はあるんですけど、長いこと付き合っていて、その相手が丸顔だから結婚しましたって聞いたことないでしょ。普通に考えて。ね、太ももが細かったんで結婚しましたとかいう旦那さん見たことあります？だから、そういうことなんですよ。だから、見た目だけをその美人にしたところで、その中身は伴ってなかったら何の意味もないというふうな形になりますという形になりますね。だから、まあ、中学生とか高校生とかね、気になる時期だとは思うんですが、間違ってもダイエット本見てですね、あ、どうしようかな、こうしようかな、というふうな形になるっていうのは、ぜひ避けていただきたいというふうな形になります。よろしいでしょうか。それではですね、本日もダイエットは絶対にするなということでですね、お話を終わりたいと思います。まあ、いろんな質問があると思います。日常生活のことしっかり、何でしょうかね、社会生活しっかり、いろんなことでいろんなことで悩むと思います。しかしそれが思春期なので、まあそういうもんだと思ってもらえればいいかなというふうに思います。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。